この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではですね、函館本線津和梨線の係前駅の駅跡を出まして、次がですね、小城内駅ですね。そうだ、東森の前にね、小城内があった。忘れてた。なんとか今日はね、森ぐらいまでは行きたいな。とは言っても SD カードももう 64GB 丸々使い込んで、残りの 16GB の予備のやつも 8GB ぐらい使ってるんで、もうほとんど容量残ってない。まあ、バッテリーに関して言えば、あの電源を供給しながら撮影続けていけるんで、まあまだなんとかなってるんですけど、 SD カードだけはね、これ途中どっかでノートパソコンに一気に移さないとこれ以上撮影できません。でも今日一日の撮影量としては相当なものがありますね。取締りエリア外、まあ、朝から晩まで活動してればこんなもん。函館空港で飛行機の離陸を 4K で撮ったのが容量的に痛かったんじゃないかなっていう気がしなくもないです。ここから先はまたあれですかね、駅間距離も詰まってくるんですかね。もう森インターまで6キロですから、小城内駅見えてきましたけど、駅間距離的にはですね、かなりもうなんか2キロぐらいで行けるんじゃないかなっていう気がします。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。古戦橋ですね。函館本線を越える古戦橋、佐原古戦橋と呼ばれています。そして集落の名前が、小城内になりました。今日は強引に森駅撮影しようかな、しようかどうかちょっと迷ってると思うんです。多分森まで行ったらもうさすがにね、もう真っ暗で、東森ぐらいが限界なんじゃないかなっていう気がしていますが、どうなんだろう、車載動画編撮って終わりかな。古戦橋を越えたから小城内はですね、今度は国道を右折してアプローチすることになります。ここまで来るとだいぶその駒ヶ岳山麓エリアを抜けたっていうことですね。まあ一応まだ右に左か左に駒ヶ岳は見えてますけど、小城内に行くには、なんだろう、次の交差点右折だそうです。っていうかですね、これ小城内バイパスっていうの書いてあって、本当はですね、バイパスに行かない方が、小城内の駅はですね、近かったみたいです。失敗したな。まあいいや、もうすぐ右折なんで、次の右折ポイントだけちょっと間違えないようにしていきたいなと思います。市街地に入ってくる感じなんでしょうかね。ちょっと駅ノートとかは、まあ市街地の駅っていうのは期待できないですよね。たまに置いてあるところもありますけど、ここに信号があります。小城内市街なので、とりあえずこれで右折して小城内駅の方ですね、向かっていきます。
城内の駅ですね。どうやって行くの？これをもうすぐ行ったら、踏切があるんで、はい、踏切越えて次の信号を右折ということになります。なんとか東森まではこの佐原支線だけは今日中にどうにか終わらせたいなというところですね。はい、それでは右折して小城内駅の方に向かっていきましょう。共産党のポスター、これ旧国道なんでしょうね。駅前はですね、もうすぐです。セイコーマートがあります。セイコーマート、駅前商業施設のセイコーマート、営業時間は23時まで。郵便局があって、その目の前が小城内駅ということがそうです。郵便局があって、その目の前が小城内駅、あ、これか、ここから、あ、行き過ぎました。ちょっとね、ここを使って U ターンします。はい、行けるかな。ちょっとなんかね、草が濃いから、ちょっとやめたら一回バックして、あの、小城内の駅前通りね、想像以上に分かりにくかった。こっちから行けばまあまあ分かりやすかったのかも分かんないですけどね。降りると、これをね、左折ですね。これはね、分かんないわ。はい、笠駅、久しぶりの笠駅です。これはもうなんていうの、ライトアップ大作戦で行きましょう。はい、ライトアップ大作戦。それでは現地調査の方を行っていきます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。JR 函館本線佐原支線小城内駅の駅前にやってきました。これは、貨車改造駅ですね。まあ、一面一線防線駅ですよね、多分ね。一面一線防線駅、交換可能だったかどうかは定かではありません。これがホームから見た光景ですね。まあ、良い駅よりもやっぱり、広いですね。貨車改造駅の方が。海抜は4メートル。駅ノートあるかなさそうだけどな。はい。小城内駅、駅舎内です。駅ノートはあった。駅舎の中明るいとね、駅ノートが見えるからいいな。小城内駅に駅ノートはない。面白くないじゃんと書かれています。そうですか。うん、あ、少ないですね、書き込み。まあ、これからの発展に期待という感じで、お城内駅ノートと書かれています。はい、これからの発展に期待しましょう。扉は虫が入るので閉めておきます。はい、それでは今日はこの辺で。